おはようございます。釣り講 TV です。本日の動画はこちら。今活のですね、超巨大なビッグベイト、レプリケーターシェンロン。ね。これでいい魚が釣れたよって、こういった動画です。ぜひご覧ください。なんか太陽が出てきて、ベイトが水面でちょっとみちみちしやりだしたよ。バレた。食うようになってきた。太陽出て結構でかかったわ。ちゃんとルアー食うようになってきた。昨日もだいたいこんぐらいの9時前後の時間で30分ずれだとしたら、地合いがここら辺で太陽でちゃんと光が届いたぐらいなのかな。大丈夫大丈夫、釣れないからまだ次の流しで。うっそー、うっそー、釣れちゃった。なスタッフ悪い、タモだけもらっていい？あ、いけるいけるいけるわ、いける。よいしょ。イエーイ、レプリケーター。もうこんな2箇所がかりでございます。いいね、いいサイズじゃない。やったね、やったー。これ続きって言ってもいいんじゃない。ゴライアスレプリケーター、イエイ。はい、というわけで帰ってきました。まあこの時期ね、餌のサイズが大きくなってくるんで、がぜんこういうね、巨大なルアーが魚を釣る上でね、活躍するわけなんですけども、今回はね、このね、今活のね、レプリケーターっていうね、これネットでたまに売っていて、それで買うことができるよっていうことで、まあビッグベイト、ジャイアントベイトって感じになると思うんですけども、これでね、ちょっと狙ってみましたね。まあどんなルアーかっていうとですね、こんなルアーなんですね。多連結ボディで、さらに後ろにこういったしなやかなね、パーツが採用されていることによって、非常にグネ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 ね、泳いでくれるね。それでいて、この大きさの割にこうね、両手でもはみ出しちゃうぐらいの、こんな感じの大きさなんですけども、非常にね、この大きさにしては軽いんですよね。まあギリギリこういう 150g まで背負えるよみたいな竿でもね、気持ちよく、アクションさせることができるっていうことで、最近お気に入りで使っているんですけども、まあ何にしろね、魚の反応が非常にいいっていうことで、まあこれ以外にも例えば、いろいろなビッグベイト投げているんですが、たまたま、まあそういう状況なのかな、トップウォーターに出づらいな、でも、
なんか水面付近を魚が意識しているなっていう時に、ほんとちょうどいいレンジをね、泳いでくれるんですよね。うん、だから水面水柱まではいかないんだけど、水面直下でモコギラっていう感じで、バイトが出せるよっていう、そんな状況の時にね、このレプリケーターシェンロンが活躍してくれるなっていう感じで、で合わせているタックルがこういう感じで、まあ最近使っている、ジーニアスプロジェクトの、グラビアスっていうことで、ジーニアスプロジェクトの、そうですね、青木代表はあの今勝のプロスタッフの方でもあるので、なんかまあ今勝みたいなね、組み合わせになっちゃってますけども、まあこういう大型のルアーもね、すごいパワフルにね、グイグイにね、投げて、そんでもってアクションさせてっていうことがしやすいので、の割にこのリールも軽いんですよね。でこの竿はね、天竜のベイブレーズって竿なんですけども、これも非常に軽快な使い心地なので、まあこういうちょっとね、ジャイアントベイト一歩手前、ジャイアントベイトなのかな、こういうね長め大きめのルアーをパワフルにグリグリと扱いたいなんていう時に非常にですね、使いやすいセッティングなので、でちなみにあの P ラインのこれね、バリバスのナマズの P ラインの5号を入れております。まあこんな感じで色カラフルなんでね、どこに糸があるか見やすいよっていうところで、で釣るためのアクションの肝なんですけども、最近自分の中でよくね反応がいいなと思ってやってるんですけども、ちょん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 ね、こうトゥイッチング、まあジャーキングまではいかないんですけど、トゥイッチみたいな感じでこうアクションを入れ続けるんですね。動き的にはビッグペンシルベイトとかをこうドッグウォークさせるのを水中でやる感じっていうんですかね、それでこうね、魅力的な動きをするんですけども、その動きをチョングリッ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 っていう感じで、グリッ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 、たまに上にギラーンっていうね、グリッ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 、上にギラーンね、こんなアクションをイメージしてチョン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 って入れていくとですね、そのギラッてしたところにまあたまらず魚がバイトしてくれる、そんなイメージでねアクションをして見てるんですけども、そういった時にですね非常に何だろう、軽快な動きをしてくれるっていうことですね。ぜひですね、こういう多連結ボディのちょっと大きめなルアーでね、なかなか当たりが出ないよなんていう、お困りの人がいたら、もしかしてストレート引きばかりしてるっていうことであれば、ちょっとね手首はねもうね爆発そうに疲れてくるんですけども、グッグッグッってこうね、ルアーの重さを、ちょっと感じながらグイッグイッグイッ、イメージ的にはドゥリッ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 ピッってね、こんな感じのアクションが出るような感じでイメージして、チョンチョンチョンってやってみてくださいね。そうするとグググググググってね、突然ファイトが始まりますんで、であとはですね、本当船際まで集中するっていうことですね。こうまあたまに動画とかでも言ってるんですけども、ルアーが泳いできて、で船べりに行くにつれてちょっと上昇軌道を描いた時に、それまで後ろから追尾してきた、その捕食者が急にね、スイッチが入って襲いかかるっていうね、こういう状況がよくあるので、まあ、それを沖の方で演出するためにはさっき言ったようなアクションなんですけども、ただそれがもうほんと自然にナチュラルに出るのが、巻いてきて船際に近づいてきた時ね、だから足元で思わずグワッてね食いついちゃったなんていうことがあるので、まあ、そこら辺もイメージして巻いてくるとですね、なかなかいいんじゃないかなっていうところですね。あとは結構こういう太め5つ目の針がね、ついているルアーが多いので、ロッドに関してはですね、まあビッグベイトロッドっていう感じの竿でね、準備すると、これなんかだと150g まで背負えますよっていうね、20g から 150g で、ラインは16ポンドから40ポンドっていうね、そういう感じでちょっと強めで、やってみてくださいねっていう竿なので、こういう竿でやるとね、パッドのところもしっかりしてるので、こんな感じのちょっと太めな針がついていてもしっかりねフッキングさせることができるので、で、まあだからトータルの
セッティングを自分で使いやすいようにいろいろ煮詰めてね、やってみたらいいんじゃないかなね、自分の場合こういう感じで P ライン直結に絡めに防止パイプをつけてるんですけども、もっと釣りたいなんていう人はもしかしたら従来のちょっとこれより細めの P ラインに、太めのショックリーダーをつけてそのラインの存在感を消したらもっとね当たりが出たりするかもっていうのはありますね。ただね、一緒にそういうタックルの人とこう横に並んでね、こういう大きなルアーね投げていてそんなにねこうだから当たりが少なかったな、っていうことはね比較的少ないんですよね。だからまあ自分の場合ズボラなんでまあ結構シンプルで丈夫なセッティングなんで最近はこんな感じのね、もう直結に絡み防止でここに浮き止め込めてねこういうスタイルが楽しくてやっております。まあ何にしてもね本当今大きなねルアー今まで釣ったことないよっていうルアーなんかでね、まあシーバスなんかが果敢にアタックするっていうね、そういうシーズンに入ってますのでチャンスがあったらねビッグベイトタックル持ってるね、ちょっとやってみたいななんて人はぜひですねいろいろなチャーターボート屋さんありますので、まあその時期時期でね、あそこ釣れてんなとかね徐々にね状況変わってきたりしますのでまあそんなのを SNS で見たりしながら、最近どうですかビッグベイトでやってみたいんですけどなんてね問い合わせてみると、いろいろ教えてくれるんじゃないかなと思います。はい、というわけでね、本日の釣り講 TV はこちら、ね、グリングリンですよね、今勝のですね、超巨大ビッグベイト、レプリケーターシェンロンですね、これでねシーバス狙ってみたところ楽しい釣りができたよってこういった動画でした。また会おうぜ。